はい、ということでですね、今日夕方に、シェアハウスの皆さんに、ご馳走する、中華料理の食材を買いに今から向かいたいと思います。あれ料理作ったことある？そうですね、料理経験はまあないに等しいですね、まあ、とりあえず行ってきます。おかえり、どうでした？ああ、買ってきました。まあこれがざっと、今回の食料の、食材なんですが、まあルームシェア、こんだけの人数だと食材の調達も大変だなということが分かりましたね。どんだけ食うんですかね。まあ俺の料理で黙らせてやめたいと思います。はい、ここに、昼間買った食材を、用意しました。結構多いんすよね。で、言うて12人ぐらいか。その分の食材を一人で作るっていうのはちょっと厳しいと思うんで、ここで僕の強力なパイプを使って僕の手をここで召喚したいと思います。ちょっと助けてくんねえかな。来てお願いします。これ大丈夫だと思います。それでは、愉快な、助っ人高崎翔太と一緒にレッツクッキング。何ですか？いや、俺は言うの作るわ。さっき飲むとき俺、これこっちは人…あ、トイレ行きます。キッチン、トイレ行きます。じゃあ、出そう。こんな熱じゃダメでしょ。木綿を、切ります。一口サイズのサイの目切りに切っていきます。やっぱりもやしはもやし1回。いや、もやしてないです。あ、もやしない。炒めます。玉ねぎはやっぱ握ったんですか？いや、握ってません。普通に買いました。そうなんです。普通に買いました。どうしよう、どうしよう、これこれやばいぞ。はい、豆腐を切りました。すげえ、みじん切りとかしてるんです今一瞬。あー、ダメだ、俺俺はカメラやるんで。え、みんな料理したことない？はい、まあ、ぼちぼち家で作るぐらいです。あれだ、おっぽ使ってあげない。これが難しい。マミーじゃない、なんかね、給食ってなってる。あ、ちょっと可愛い子探そう。あ、それ見てやる。じゃあ、今いいっすよ。奥、奥君の見た。じゃあ、今日は中華料理を作ってくれたということで、はい、じゃあ、これで。シェイ！中華料理です。厳しい評価が今後下されると思います。まあ、ぜひ、楽しんで。確保してください。じゃあ、乾杯！乾杯！乾杯！お疲れ様です。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 お疲れ。あ、しょっぱいけど美味しい。美味しいじゃん、これ全然。あ、そうそう、美味しそう。思ったより美味しいですか？え、俺じゃないっすね。思った以上っすよ。あ、だから、びっくりした。絶対やりましょう。あ、もちろん、もうすぐこれやろう。あ、もうちょっとですよ。起きろ、起きろ、起きろ。え、何ですか？今何時ですか？朝です。何時ですか？あ、うろす。あれ、噂の計画を実行したいと思います。あ、俺6時にちょっと今6時にちょっと起こしてもらいたいって言われてるんですけど、杉山さんに。6時過ぎてます。でも杉山さんに6時に起こしてもらう。じゃあ起こしに行きましょう。はい。
うおぉ。おはようございます。ナイスリアクションです。ありがとうございます。杉山さん、おはようございます。会社多いですね。隣まだ寝てる。そうですね、現在朝6時、ちょっと20分ほどオーバーしてしまったんですけど、おはようございます。杉山さん、これは寝起きドッキリ大成功ではないでしょうか。杉山さん、どうですか今の気持ちは。ムカついてきましたね。ムカつくと。まあそれはそうですね、あ、身を妨害されたわけですから。でも約束の時間ちょっとオーバーしてしまいましたが、朝の約束の時間です。はい、じゃあ今日も一日頑張ってください。はい、ドッキリ大成功。あ、それで一緒にやりましょう。杉山さん、いやいや、お決まりのやつあるじゃないですか。お願いします。じゃあ一緒にドッキリ大成功でお願いします。ピースでいきます。せーの、ドッキリ大成功。絶対普通の生活してたら味わえない貴重な経験を積むことができて、本当有意義な時間を過ごしました。ありがとうございました。いやー、よかったですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらも楽しみです。ありがとうございました。はい。また、ぜひ、はい、あれから嬉しいです。また、ぜひ、いらっしゃいませ。はい。また、はい、楽しみにしてください。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。じゃあ、また、気をつけてね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、この3日間大変でしたね。まあ個性の多いメンバーの方々と、まあ、生活するということで、まあ、1日目とかはもうすごい緊張しちゃって全然会話もできなかったんですけども、まあ日をごとに皆さんと徐々に仲良くなって、すごく楽しい3日間を、最終的には過ごせたんじゃないかなと思います。このシェアハウスのメンバーの人たちはただ楽しく暮らしているというわけではなく、ゴミ出し当番を決めたり、食事等を決めたり、そして近隣の迷惑にならないように夜は騒がないでおこうと、いろいろルールを決めてその中で暮らしてるわけですね。だからそのただの学生の、共同生活ってわけじゃなくて、この規則の中で、規則の中で可能な限り楽しむ、本当家族のような、そういう、強い絆を感じました。そうですね、皆さんに今回の僕の調査、ルームシェアの実態伝わったでしょうか。まあ役不足でありますが、皆さんに、少しでもシェアハウスという選択肢、それがどう映ったかわからないんですけど、僕としては本当に安いし楽しいし全然ありだと思うんですよね。皆さんもし考えていたのであれば、この動画が、役に立ったらいいなと思います。それでは、3日間の大島のシェアハウスの調査をこれで終わりたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。